ね、吉田さんね、よくお金のために働いてるんじゃありませんって言いますけども、まずはお金のために働こうよって感じですよね。まあ、そしてお金のために働けるようになると、お金のためだけじゃなくって、世の中のためとか、なんか自分のためとか誰かのためにできるようになると、当面は月末の支払いのためにやればいいんじゃないですかね。それからだんだん欲しいもののために働くとかね、貯金のために働くとかね、貯金って言っても別に貯金が目的じゃなくて、なんかね、そのうち必要になる何かのために積み足しておくみたいな感じですけどね、だからお金のためにやることって、もっと言ったらお金を払ってくれる人のために尽くすってことですからね。結局誰かのためにやるってことなんですよ。で、お金を払うほどのことじゃないなと思われたら、そんなにね、もらえないでしょうし、だから売上を上げる人って、お金を払いたいと、本当にありがとうっていうふうにお客さんに思わせることができたってことなんですよね。で、そのぐらいの気持ちでやれば金は稼げるぜ。いってらっしゃい。